わ、早い。ダブルやからそんな入んねや。うすげえこれ、めっちゃトロトロ。やばこれ卵が命やな、やっぱり。これはすごい分厚い、食べ応えがある。どうしたんですか、その箸で。僕まで箸も食べたいさ、はい、カツ丼があんねんけど、はい、カツがなくなり次第終了やから、はいはいはい、早く行こう。大丈夫、行くね。あ、行くぞ。待ってください。ここのね、はいはい、丸葉のカツ丼さんが、ここのカツ丼がめっちゃ大きいらしいから、行きましょう。行きましょう。え、柴田さんの顔の方がでかいですよ。いやいや、それカメラに近いからよ。何言ったのよ。こうやったら小顔や。小顔や。ちっちゃいんだった。よっしゃ。行きましょう。ということで、はい、多分これやわ。このダブル、カツ2枚の卵2個、はいはい、これがないなんかめっちゃでかいらしい。ああなるほど、はい、これも気になるよね、てんこ盛り。気になりますね。気になるよね、はい。まあ、とりあえずちょっとこれが有名らしいので、はい、これ食べてみたいと思います。はい、はい、ちょっと最近太ってきたからな。いや、前からです、前からです。まあ、今日はガリになるわ。そんなことないでしょ。いやいやいや、大丈夫大丈夫。でダブルですからね。ダブルはガリの紹介で。ダブルはガリですか。トリプルは何ですか。トリプルはもう聞いたらあかん。あ、わかりました。聞いたらあかん。はい、そんなとりあえず待ちましょう。びっくりしてんけど、これなんやろなと思う。お弁当箱あると思ったら、あ、たくあんやった。開けなかったですね。開けると思っていったフェイントですよ、それ。いや、なんか嘘だったらあかんのかなと思った。あ、了解。誰かなんかお弁当食べんのかな。わかりました。はい、さ、これ家に欲しいねん、この鍋。ああ、この大きさのこの鍋いいっすね。はい、これで親子丼とかカツ丼とか作りたい。すぐなんか調理器具欲しがる。そうやねってね、男のロマン的な感じでさ。揃いすぎてますからね、結構。そうやね、結構怒られんねん、いつも。うわ、早い。あ、ダブルやからそんな入んねや。そうですよ。これすごい値打ちあって。このタイミングが命なのかな。はい、ダブルは2つですから、卵は。あれたら卵を追い追加できますよ。いや、これが美味しいんですよ。ダブルで、はい、1500円ですね。はい、うお、すごい。すげえこれ、めっちゃトロトロ。来ました、ほんまや、すごいね。はい、やっぱこれ卵が命やな、やっぱり。そうですね。すげえ。いただきます。どうぞ。お、お、分厚い。すごい。てかこれ熱くて口やけど案件じゃん。大丈夫です。いける。はい。お、てかね、はい、カツがめっちゃ香ばしい。うん、それ揚げたてですもん。もうネギがめっちゃいい。ああ、いい仕事してるんですね。ネギがいい仕事してる。もう今日は無言じゃないですか、汁。うん、まだね、はい、出汁が甘すぎへん感じがまたいい。ああ、そうなんですか。うん、そうそう、ほら。うわ、すごいですね。うん、これはすごい分厚い、食べ応えがある。どうしたんですか。ほんまに無言じゃないですか、今日は。なんか急いで作ってもらったから急いで食べなあかんのかな。いやいやいや、天気が良すぎたからさ。いや、そら卵はほらトロトロの間がやっぱりいいでしょ、うん、ね。はい、うわすごい、ほんまトロトロ。これはすごい。僕家でやったらすごいことになるから、はい、完全固まるから。あ、トロトロちょっと行こう。どこ行くんすか。え、これ食べるんや。どこ行くってない。じゃあどこ行くね。もう美味しそう。うわ、カツが美味しいもん。そりゃもう、だって早い時にはこう5時半ぐらいに売り切れてるんですよ。ね、はい、あ、超人気店ですから。熱いタイム、熱いタイム。やけどしました、やっぱり。うん、口の中の、はい、まあ、35% は喪失した。まだ70、え、65残ってます。やっぱり全枚やね、頭。そうです、うん、すぐには計算できないです。そろばん。そろばんです。できへんやん。できない、できないです。できへんの。できへん。そろばんできへんの。できへん。そんな豪語されても困んねんけど。僕そろばんできるんだよ。できるんですか。昔をそろばん、あの反対向きにして、はい、あのローダーブレードを使って、はい、走り回ってめっちゃ怒られた。
それ僕もやってましたよ。それできないって言うんですよ。それできへんもんか。できへんもんですよ。はい、そうなんや。そうですよ。あれできへん方に入んねん。あれできへん方です。なるほどね。はい。ボーナーがやったら壊れてまうで。もう昔はガリガリやったね、僕。めっちゃガリガリやった。やめて、これ食べられへん。想像したらダメですよ。ガリガリ。はい。ガリガリ。ガリガリ。いやー、それはうっせぇやな。だって最近よう言われますもん。動画見てくれた同級生がね。うん。太ったなーってよう言いますもん。それ動画出る前かね。僕出会った時から太っとる。あの時はまだ今より20キロぐらい痩せてたんで。まあお互い大人やから言い訳し合って。そういうことです。そういうことです。はい。たくあん行こう。このたくあんが絶対うまいぞ。わ、うまいですね。定番の。うん。合う。ここよ。はい。このご飯やったらいいよね。そうですね。うん。はい。これすごいボリュームありますね。ね。はい。いや僕やっぱり卵をもっと追加してみたいっていう気持ちに。ね。さすが。うん。卵10個ぐらいにしたらどうなるか。いや、それやりすぎですよ。溢れてまうか。はい。なるほど。うん。あ、端っこの、はい、脂身。あ、一番好きなとこ。うん。ねえ。うまい。マジですか。あ、今カツがもう切れようとする。あ、うまい。ギリギリやった。そうですね。うん。危ない、危ない。よかった、今日は。うん、ちょっと。狭い、おちゃん、狭い狭い、ほんま、刑事同士じゃないですか、これ肩当たるんですけど痩せろよかったですね、柴さんが左利きやったら喧嘩になってますよ、もう違いないね、うん、痩せよ、二人とも痩せよ、ちょっと、二人とも痩せなあかんか痩せないとかねここ、決して狭いわけではない、うん、そうなんです、うん、これが通常サイズなんです、うん、僕らがでかい、たまにさ、ゴムカツとさ、叩きすぎて、なんか合成肉みたいなカツあるやん。ああ、はいはいはい。あれが僕、苦手。もう全然。やべえ、カツといえばこれですよ。そうですね。うん、歯ごたえがあって、ちゃんと。また豚の脂って美味しいんですよ。美味しいね。甘くて。僕でも昔一回、親が、うん、ステーキ食べるでしょ。うん。牛肉ですけど、うん、脂身残してたんですよ、うん、そればっかり集めて、そればっかり食うて、メインの肉食うてなかった、だからそれ僕もやってた、やってました、うん、だからあれやって、こんなこういうな、多分僕らみたいに最近のやつはみんなしてんねん、やってるんですか、うん、そう、親父はずっと赤身食べてて、はい、僕はあの脂身が好きでずっと脂身食べとって、あ、そうですよ、うん、脂身に塩コショウ足して、うん、いけねえよガリガリやったもんね、やかましいわ、そして早いですね、カツ丼、美味しいカツ丼食べるときは、うん、早い。柴さん、その駆け込みのかっこいいですよね、なんかね、食べ方がね。かっこいい？男っぽい食べ方するじゃないですか。さすがなんか、ザ男みたいな。なんか褒められてる気がしない。なんですか？ラストはね、やっぱりこの角。角、一番好きなとこ。そう、ここを置いとかずしてどうするの？そうですね。これデザートですから。デザート、角はデザート、脂身、うん、脂身はデザート、美味しそう、ほんま男っぽい食べ方しますもんね、そうや、見てに申し訳ないんです、はい、何ですか、僕の顔面がでかいがために、はいはいはい、丼がこれ普通に見えてしまう、あ、そうですね、うん、波っぽく見えますね、確かに、はい、ダブルですからね、僕の顔はトリプルかもしれない、あ、そっか、うるさい、何が、そっか、違いますよでしょ、いえいえいえ納得しましたよ、僕何や、納得すんなあ、幸せだ、うん、一番いいとこ、うん、お疲れ様でした、はい、どうしますか、満足満足しました、要は満足じゃ、今日はいつになく僕は必死やったですね、違うね、やっぱりこう、はい、店に入ってからのあの手際で、はいはい、ペースを上げられたそういうことですか、うん、ああ、なるほどはいはいはい、なんかペースが上がってきた、休養活動ってそうやね、あ、そうですね、早かったから早くなって、はい、口の中やけどしたやろ、そうですね、はい、そういう時ですよ、へえ、ちょっと僕人に流されやすいピュアな人入ってた、ああ、なるほど、はいはいはい、んピュアなんですか、ピュアで柴さんが流されるような排水溝ないっすよ、いやいやいや、なんでやねん、そっちかよ流される、はい、もうええわ、ほっとくやろ
ごちそうさまでした。やっぱさ、はい、こういうところで食べるとさ、はい、美味しいよね。美味しかったですね、うん、はいはい、ダブル結構ボリュームあったけど、はいはい、ダブルはやっぱりガリ飯ですな。だから今日はもうガリガリや。どう見ても顔はトリプルやけどな。んんお前トリプルや。もういいわ、やめて。バリア、それ昔よ使った技。ちょいちょいなんか懐かしいの使いますよね。待って、トリプルとか言うち。いや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 、シングル言うて。まあまあ、ザリア、落ち着こうぜ、はい、一緒にな、はい、冷た、冷た、僕だけじゃないですか。冷た、やられた。トリプル言うからって、最悪や、ケツの裏。伝わったね、絶対。はい、バチが当たりました。どうぞ分かったことがある。はい、何すか。全部は、恥だな。